はいどうもゴッツチャンネル GT ワークです。ちょっと前にキャンプや車中泊やあと災害の時ですね、こういう時に使える大容量のポータブル電源っていうのを探してたんですけど、インターネット見てたら大容量で安全でかつ3000回ぐらい繰り返して使えるっていうリン酸鉄リチウムイオンバッテリーっていうのを見つけてですね、ついつい買っちゃいました。ちなみに 1536W 時の容量で 54,000 円っていうめちゃくちゃ安い値段でしたね。で、気になる方いらっしゃいましたら概要欄にリンク貼っておきますので見てみると面白いかもしれないです。で、前回までは本当にそんなに容量入ってるのっていうことで実際に厳密に測定してみたり、15,000円で 1500W まで出せるっていうインバーターを装着してまあエアコン動くか実験してみたり、まあ、あとエアコン何時間使えるのかってやってみたり、そもそもこの安いインバーターがちゃんとした波形出してるのか測定してみたりしました。で、今回は身の回りにある 100V の電気製品を、まあ、片っ端からつないでみてですね、どれが動くのかっていうのをちょっと試してみたいと思います。まあ、ちょっと壊れる可能性もあるんでかなりドキドキしてるんですけどね。はい、で、今回実験する家電はこれ。まずは475リッターの大型の家庭用冷蔵庫ですね。それから IH コンロで瞬間湯沸かしポット、あと家庭用のオーブン機能もついたでっかい電子レンジですね。それからポータブルクーラーの感激くん、それからカーボンヒーター、あと40インチのテレビで、最後に 1200W のドライヤーですね。さて、この8種類の中でどれが動くのかやってみましょうかね。まず最初はこれ、ポータブルエアコンの感激くんですね。まあ、これ何かと言いますと、コンセントつないで電源入れると前からめっちゃ冷たい風が出てくるっていう、まあスポットクーラーの部類になるんですかね。で、最近車中泊とかキャンプでめちゃくちゃ有名になってるみたいですね。ちなみにこいつの定格電力は 50Hz だと 147W、 60Hz だと 180W ってなってますね。で、このインバータ 50Hz なのでこれは 147W 出てるはずですね。はい、じゃあですね、早速コンセントつないでやってみたいと思います。あ、ちなみにですね、今回電力めっちゃ使うやつ測るので電力量計交換してます。前回 100A までだったんですけど、今回 200A まで測れて残量メーターもついてるって、なんかちょっといい感じのやつですね。で、画面こんな感じに、あれ、これ逆さまだな、ちょっと付け直します。はい、で、まだ電源入れてないんですけど 7.6W すでに消費してます。で、これ何かと言いますと純粋にインバーターの消費電力ですね。はい、じゃあ感激くんの電源入れてみたいと思います。はい、おう、なんかブルッとしてスタートしますね。はい、感じ的に、あ、全然普通に動いてる感じですね。うん、冷たい風も出てきてますね。はい、ちなみに消費電力は 12V の方で 113W で、これをインバータで変換した後の 100V の方は 96W っていうことで、なんか説明書よりもちょっと消費電力少ない感じですね。で、このバッテリー 1600W 時ぐらい実用量あるんで、まあ、大体15時間ぐらい使える計算ですかね。うん、それぐらい使えたら朝から晩まで夏はいけそうな感じですね。ちなみに感激くんの出てくる風どのくらいの温度かと言いますと、はい、17.3 度っていうことで、今部屋が28度なんで大体10度ぐらい低い風が出てきてるって感じですね。というわけで感激くん使えます。はい、次はこれからの季節恋しくなるカーボンヒーターですね。で、これ小さくてあったかい割にはですね、消費電力が 200W、400W っていうことで結構少ないんですよね。ちなみにこいつ別の安いインバーターで動かしたら全然動かなかったです。はい、じゃあ早速電源つけてみたいと思います。まずは 200W 設定でやってみましょうかね。うん、で、こいつ別に風が出るわけじゃないんでですね、全然わかんないですね、動いてるので。もうちょっと経つとですね、赤く光ると思うんですけど、じゃあまずはちょっと消費電力見てみますかね。うん、 DC の方が 230W、 AC の方が 203W っていうことで、これは表示と同じくらいの消費電力ですね。はい、
200ワット動くこと分かったので次400ワット行ってみたいと思います。あ、ちょっと奥の方よく見ると赤くなってきてますね。相変わらずうんともすんとも言ってないですけど、消費電力は、はい、 DC 側が454ワットで AC 側が403ワットというわけで、これもですね表示とほぼ同じ消費電力になってますね。というわけでですね、 200W の方だとだいたい7時間ぐらい使えて、 400W 設定だと 3.5 時間ぐらい使えるって計算ですね。はい、だいぶ時間経ってきたんで赤くなってきましたね。ちなみにこれ何度ぐらいあるかと言いますと、はい、およそ110度くらいありますね。うん、あの普通に触ったら火傷します。はい、というわけでカーボンヒーターも普通に使える感じですね。はい、次は40インチの液晶テレビですね。で、これ2007年製ってもう十数年前のやつなんで、結構消費電力大きくて定格230ワットぐらい使うみたいですね。はい、じゃあ早速電源つけてみたいと思います。はい、ポチッとなっと、おや、あついたついた、あ、つきますね。ちょっと古いテレビなんで反応鈍いですけど、うん、ちゃんとついてチャンネルも変えることできますね。うん、おや、犬夜叉まだやってるんですね。はい、で消費電力なんですけども、 DC の方が 248W で AC の方が 219W ってことで、これもまあ定格消費電力とほぼ同じぐらいの電力ですね。というわけでだいたい 6.5 時間ぐらい見続けることできますかね。うん、これで災害起こった時も情報を得ることできますね。はい、次は475リットルの家庭用のでっかい冷蔵庫ですね。で、東日本大震災の時の停電で困ったのはやっぱり冷蔵庫ですね。やっぱ中のものがですね、電気来ないとちょっと腐っちゃうんでですね、これ動かせると防災としてはかなり心強いですね。で、定格電力なんですけども、コンプレッサーが 100W、霜取り用のヒーターが 184W って書いてんのかな。なのでトータルでだいたい 284W ぐらいですかね。まあこの冷蔵庫もだいぶ古いんでですね、最近ではもっと低消費電力なのかもしれないですね。はい、では早速つないでみたいと思います。はい、よっこらショット、うん、はい、あ、ゼロ、ん、あ、ちょっとずつ増えてって、9、うん、9で、あ、10、あ、10で止まりましたね。で、DC の方が20、お、あ、14、あ、なんかコロコロ変わるな。で、冷蔵庫これ常に動いてるわけじゃなくて、温度が一定になると一旦切れるっていう仕様になってるんで、ちょっと動き出すまで放置して待っていますかね。はい、普通にウィーンって音がして、うん、ちゃんとボタンも効いて動いてますね。で、ちょっとごめんなさい、ボタンで遊んでたら消費電力取るのを忘れちゃいました。はい、で、仕様からですね、このついたり消えたりの平均の消費電力を求めると、1時間 33W 使うってことなので、だいたい40時間ぐらい動くっていう計算になりますね。というわけで冷蔵庫動きます。はい、次は瞬間湯沸かしポットですね。で、これ車中泊で使えるとすごい便利なんですけど、防災にもいいですね。っていうのも、以前東日本大震災で停電した時にですね、子供のミルク作ろうと思った時に、まあ、お湯が沸かせなくてですね、非常に困ったことがあったんで、湯沸かしポット使えるといいと思います。じゃあ何はともあれ使ってみますかね。はい、じゃあ電源スイッチ押していますかね。ポチッとな。あ、電気ついて動いてる感じですね。ちょっと消費電力はいくつ使ってるのかなと。はい、DC の方が 1.09kW、まあ、1080W ですかね。で、AC の方が 921W。で、これ確か定格が 1000W とか書いてた気がするので、まあおおよそそのくらい使ってる雰囲気ですね。じゃあこのままお湯が沸くまでちゃんと持つのか、ちょっと放置してみますかね。はい、カチッと音がしてお湯が沸いた感じですかね。ちなみに時間測ってみると2分20秒でした。さすが瞬間湯沸かしポットっていうだけあって早いですね。で、そもそもちょっと中ちゃんとお湯沸いてるのかと言いますと、あっちち、
おい、はい、あ、湯気出てて、あ、ちゃんと沸騰してる感じですね。はい、というわけで瞬間湯沸かしポット動くっていうことが分かりましたね。はい、次は IH 調理器ですね。これもですね、車中泊とかルーフテントとかに入るときに火を使った危ないところですね、そういうところで使うとすごい便利ですね。ちなみにこいつの定格消費電力は 1200W って書いてますね。はい、じゃあですね、適当に水を入れた鍋を上に置いて電源入れてみたいと思います。はい、ポチッとなっと、はい、音がして、あ、なんか動き出した感じですね。ちなみに消費電力がどうなってるのかと言いますと、はい、DC 側が 1.2kW、AC 側が 1013W。というわけで、まあ、ぼちぼちいい感じに動いてる雰囲気ですね。はい、では、お湯がちゃんと沸くまで動くのかどうか、もうちょっと動かしてみたいと思います。はい、ボコボコ音がしてきたんで、ちょっと覗いていますかね。はい、あ、いい感じに沸騰してますね。ちなみにこの量沸騰するまでだいたい40秒ぐらいでしたね。で、この消費電力だとだいたい 1.3 時間ぐらい使える計算になりますね。ちなみにこの IH 調理器、一人で上京してきて住んでた風呂トイレ水道が共同の築30年の4畳の部屋で使ってた相棒ですね。はい、次はオーブン機能もついてるごっつい電子レンジですね。ちなみにこいつごっついだけあってですね、定格消費電力 1450W ですね。で、電子レンジって意外に繊細な電子機器でですね、妙竹林な波形の 100V だと全然動かないです。まあ、動いてもですね、変な音がしてちょっと壊れそうな感じになっちゃいますね。ちなみにこのオーブンレンジ壊したらですね、私も間違いなく嫁さんに壊されます。まあ、でも前回オシロであんだけ綺麗な波形出てたんで多分大丈夫じゃないんですかね。はい、コンセント挿したら、あ、画面光ってるんで一応ちゃんと動きそうな雰囲気ではありますね。じゃあですね、試しにちょっとコップに水を入れて、これをですね、レンジでチンしてみたいと思います。うん、なんか使い方よくわかんないけど、とりあえずオートみたいな感じでやってみるかな。これでポチッとなっと、はい、お、なんかちゃんと動いてる雰囲気ですね。おお、すげえ動いてる動いてる。果たしてこれ何ワット使ってるのかと言いますと、はい、DC の方で1400ワット、あ、ちょろちょろしてますけど、まあ、マックス1400ワットぐらい使ってる感じですね。ちなみに AC の方はこれ1200ワットまでしか測れないやつなんで、うん、なんか消えてますね。はい、一応できましたよと音が鳴ったので中見ていますかね。うん、なんかあったかいんですけど、できましたよって割にはまだ沸騰してないですね。はい、ちょっと時間伸ばしてもう一回やってみたいと思います。はい、ポチッとな。はい、音が鳴って終わったのでちょっと中見てみますかね。はい、蓋を開けてみると、あ、中もう湯気出てますね。うん、こんだけ湯気充満してれば、あ、熱、これ熱いな。中もう完全に沸騰してる感じですね。うん、ちょっと分かりにくいですけど、湯気もちゃんと出てますね。ちなみに 1400W だと 1.1 時間ぐらい使えますかね。まあ、ちょうどケーキとクッキーが焼けるぐらいの時間ですかね。うん、というわけで電子レンジ余裕で使えます。はい、で最後に実験するのがこれ、ドライヤーですね。で、おそらくこいつそんなに賢い機能とかついてないので、スイッチ入れたら全力でぶん回るだけですね。で、定格出力は最大で 1200W ですね。ちなみにこれ長いこと使ってるんで、もう壊れてですね、こんな風に首が全く座らないような感じになってます。じゃあまずはコールドいきますね。はい、お、うん、普通に風が出てるだけですね。で、消費電力は 39W っていうことで、まあ当たり前ですけどほとんど使ってないですね。はい、じゃあ次はですね、温風のセットっていうのにしてみます。はい、この状態で DC の方が 762W で、 AC の方が 660W って感じですかね。はい、じゃあ次はですね、いよいよマックスパワーにしてみたいと思います。はい、景気のいい音がしてきましたね。はい、この状態で DC の方が 1470W で、
AC の方が 1202W って感じですね。はい、特に賢い制御とかしてないんで結構な高電力でずっと安定してますね。はい、この消費電力ですとだいたい 1.1 時間ぐらい持つので、まあ10人くらいの髪が乾かせるかなって感じですね。はい、というわけで 1200W のドライヤーも余裕で動くっていうのが分かりましたね。はい、というわけでまとめなんですけども、結論から言うと全部ちゃんと動くっていうことが分かりましたね。ちなみに各家電の消費電力と使用可能時間こんな感じですね。まあたとえ災害で停電になったとしても、まあ延々に髪乾かしたりとかそんなことしなければ、まあ1日くらいはなんとか持つんじゃないですかね。まあ災害の備えとしてはもうちょっと容量欲しいような気もしますけど、まあキャンプとかアウトドアで使う分にはまあこんだけあればもう十分でしょう。はい、でこれ結束バンドで縛ってるだけで、まあ機能はですね全て満たしてるんで、これでもまあ問題ないっちゃ問題ないんですけど、やっぱこのままだとねちょっとダサいというかかっこ悪いというか、なんかいかにも手作り感が溢れてるんでですね、ちょっとねかっこよくならないか検討してみたいと思います。まずはとりあえずですねバッテリーとインバーターを 3D 化して見てみますかね。でまあ、こんな風に重ねて周りに部品つけていってちょっとかっこよくしていってみますかね。はい、ここまで来るとなんかどっかで見たことある製品っぽくなってきましたね。最終的にアウトドアで使う時のイメージはこんな感じですかね。このレベルならパッと見自作品ってわかんないじゃないですかね。よし、頑張って作ろう。あ、それと皆さんから要望が多かったソーラーパネルによる充電と、あと車の走行充電ですかね。そこら辺私も興味あるんでちょっとやってみますかね。はい、というわけでこれからもですねこの続きとか他にもいろいろ作っていきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッターでは日常的なことをつぶやいてますので、もしよかったらそちらも見てみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。